小林まどか言霊インタビュー。言霊インタビュー。一般社団法人開花 GPE 代表理事村松大輔さんの後編をお届けします。今こうして大活躍されている村松さんも、前編での人生のお話は多くの試練や壁にぶち当たってそこを乗り越えてこられて、そうしたこともすべてひっくるめてインタビューをこうしながら、人生って素晴らしいなっていうふうに改めて感じました。もちろん本人はその渦中にいるときは苦しいし大変なんですけれども、でもなんかそれもすべて人生だなって思ったんですよね。私も昨年帯状疱疹を患って、あの苦しみ痛みを経験した中で、生きることとか、それから普通に過ごせる日常に感謝とか、こう今一度人生というものに向き合えたんですね。それぞれの人生のストーリーは違いますけれども、みんな同じように何かしらの壁を乗り越えてきているんですよね。さて、後編では自分を大切にする具体的な方法、また死というもの、それから病に対して量子力学的な視点からも解説していただきました。今病の中にある方に、この村松さんのお話が気づきの一つのきっかけになったらいいなという願いも込めてお届けします。それでは最後までお楽しみください。言霊インタビュー。それではゲストをお迎えします。村松大輔さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。その私たち一人一人がどうしてもこのまだまだ生きづらい世の中ではあると思うんですよね。多分誰もが生まれた瞬間はそんなに悟ってもいなくて、その何かの答えを求めて求めて苦しんで壁にぶつかってって言って、それぞれ生きていると思うんですけれども、どうしたらばその量子力学的な視点から人生をよりよく生きていけるのかっていうところを含めて伺っていきたいなって思うんですけれども、よくね、人は変えられないって言うじゃないですか。だから、まず自分が変わるんだっていうことなんですけれども、でも、村松さんのお話を伺うと、例えばお父様とのエピソード、じゃあ仕事を立ち上げた時に、お父さんに改めて謝りに行こうってした時って、なんかもう本当に瞬時に、二人がこう同時に共鳴して変わっているような感じもしますし、でも、まずそこは、やっぱり村松さんが気づいて行動に起こしてっていう変化を生み出したから、その場がこう変わっていったのかなとか思うんですけれど、どうなんでしょう、その自分が何か気づきを得て、でもそこって相手も気づくであろうなっていう意識を置いちゃうと元も子もなくなってしまうような気もするんですけれども、でも人間ってエゴもあるから、自分だけじゃなくてやっぱ変わってよみたいな、そういう意識も出てきちゃいますけれど、何か今の現状を打破したいときとか、人間関係変えたいときって何が最初なんでしょうかね。何が最初かっていうと、もう本当に自分発信って自分が出してるのが最初なんですけど、私こんだけやってるんだからあんたもそうなってよねみたいな、相手に変わ、相手変わるよねと思って自分を変えようとしてると、もう波でしかないので、自分が出してる意識って波でしかないから、同じ波同士で呼び合うので、私がこんだけこう日々徹してれば相手変わってくれるよねって波を出すと、相手も同じ波を出すので、俺はこんだけやってるんだからお前変わってくれるよねっていう波で来るので、ずっと綱引きをしちゃうんですね。じゃあその綱引きを一抜けたするには、なんか菩薩になんなきゃいけないなっていう気持ちがするんですけれど、そんなことはないですか？量子の世界っていうのが、分子原子からミクロの世界が量子の世界なんですけど、量子力学側、はい、で、まあ例えば主人公が女性でね、で目の前に旦那さんがいますと、
で、旦那に変わってもらいたいとかって見た目で見ちゃう。あるいは、私こんだけ頑張ってるんだから、旦那もやってくれるよねみたいに見ちゃうとかって、別物以前に量子で見たらもう分子原子でしかなくて、で素粒子まで行っちゃうと、例えて言うと磁石、私も磁石で相手も磁石で、で磁石の周りに磁界があって磁界があって、磁界が本当みたいな感じで、その磁界磁石がどんな磁石で揺らしてますかみたいな感じに、磁石同士、磁界で見たら全部繋がってるみたいな。はい。だから、まあ磁石より Wi-Fi の方がいいかな。Wi-Fi、Wi-Fi で、うん、同じ Wi-Fi なら同じ映像を見れるみたいな。で違う、周波数だったら違う映像が見れるみたいな感じに、なので、自分自身がどういう風に存在してるかで、例えば、私が私を大切にし、で、その大切にするっていう、Wi-Fi を周りに響かせてる。私が私を大切にします。はい。で、その大切にする Wi-Fi をパパにも子供たちにも大切にするって響かせる。そうすると、相手は素粒子なので、旦那さんも子供も、素粒子ってもう振動でしかないので、こちらが大切にするっていう波をかけると、相手も大切にするってこうただ揺れてるので、相手も自然と大切にしてくれて、あれなんかパパ変わったみたいに。私やってるからパパ大切にしてくれるよねってやるとまた綱引きになっちゃうので、じゃなくてただただ私は私を大切にします。その大切にするってしてる響きをお相手に対しても同じように全部素粒子でしかないから、大切にするって響かせてると相手は大切にするで揺れるのでパターンとこう来るですね。はい。じゃあとなるとやっぱりそれは自分が自分をどう扱うかがスタート地点っていうことですか？まさにまさにです。じゃあ相手をどうしたいとか、相手にどうなってほしいっていうのは、それはもう結果であって。そう、あ、そう、そう、結果です。まずは、結果です。自分が自分を大事に。うん、まさにまさに。でもそこってね、なんかこう、日本人ってなおさら、ストイックに、自分に厳しく、それが美徳とされてるようなところがある中で、自分になかなかに優しくってできないと思うんですけれど、どうしたら自分を本当の意味で大事にできるんですかね。子供たちにね、オンラインで開花キッズセミナーってやってて、で、小学校3、4、5、6年生ぐらいターゲットなので、この子たちにどうすれば大切にするって伝わるかなって、子供たち相手だとすごい私もどこまで説明したらわかるかなって考えさせてくれるので、そこで気づいたのが、誰々ちゃんの中でね、このペットとか飼ってるみたいな、ワンワンとかニャンコとか、はいはい、で、ワンワンギューって抱っこして、うわ、かわいいとか、ぬいぐるみをね、ギューって抱っこして、かわいいとか、アーニャのぬいぐるみをかわいいってこう、抱っこして、かわいいってこう、やってる、かわいいっていう、アーニャに対して、やってるかわいいっていうことを、自分に向ける。ワンワンをかわいいってやってる、かわいいを自分に響かせる。のが自分を大切にするって。そのぬいぐるみをどういう風に扱ってる、投げてるの、叩いてるの、可愛いってやってるのっていう、やってる、大切にしてるものを、に響かせてる響きを自分に向けるって。それが結果、自分を大事にしているってことなんですね。あ、そうそうそう、そうです、そうです。ああ、ね、イメージしやすいですね、そうなると。もう小学生に言ってるので、泣いてる。そうですよね。うんねえ。ああ、いやでもそういう風に立ち返ると多分番組聞いてる方も、なかなか自分を、その大事な家族のペットだったり、ね、ぬいぐるみだったりを愛おしく思うように、自分のことって思えてないなっていう人が大半だと思うんですよね。ねえ。でもそれって訓練していくと変わってきますか？そうそうそう。毎日お風呂入った時とかに、自分こう、抱っこしながら、今日もありがとうねとか、心臓さんありがとうとか、ね、内臓さんありがとうみたいにこう、やってあげる。村本さんも毎日されてますか、それは？私はね、今はお風呂で、自分も素粒子でしかないから、その素粒子の響きを、お風呂の中で毎日こう、祈りを入れてて、ね、祈りの響きでバスタブというかね、浴槽の中って声響くじゃない？はい。響き全部を祈りで揺らして、自分の素粒子も祈りでこう揺らしてるのを毎日やってる。だから大切にするというよりも、そもそも
神様側の、神様の結果、ゼロポイントフィールドの結果の素粒子だから、ゼロポイントフィールドってアインシュタインが言う神であるので、その神様側の結果の素粒子があるから、自分はその周波数で揺らすっていうのをやってるですね。大切にするっていうよりも、で、神イコール、まあ、神棚は絶対に大切にするじゃない、はい、あの、手合わせるもので、はい、頭を下げるというか、で、神棚を壊すなんてありえないみたいな。はい。が、対象が神。だから、自分自身を、その、神棚扱いするっていうか、神社扱いする。で、自分から神社の響きを響かせるっていうのをやっていくと、どん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 こう、五加護がついてきて、で、その響きを響かせるのが、高校生とかにも講演会で話したのが、アインシュタインがね、はい、たとえ分子原子がこの物質になろう、あの、運動とかね、いろんなものの質量が分子原子になったとしても、それは依然としてこの世側の存在であって、普遍のエネルギーのその分子原子は一つの姿なんだと。で、ね、まどかさんも私も分子原子で、それは普遍のエネルギーの一つの姿がこの体になってますよ。で、その普遍のエネルギーが私の言う神なのだっていう。ここに偏在している普遍のエネルギーが私の言う神なのだっていう。で、神の結果素粒子が生まれてるから、だからもうみんな神そのもの。で、でも、とはいうものの、私そんなこと言ったって子供にどうなっちゃうしとか、ね、あの、イライラしちゃうし、全然神じゃないじゃんって思っちゃうんだけど、例えば、スーパーで豚肉買ってきました。テーブルの上に豚肉置いといて、その豚肉に対して一週間拝みますと。この豚肉、私の心臓になって、私の目玉になって、私の胃袋になって、一生懸命一生懸命一生懸命一週間ずーっと拝んでました。で、それがもし、心臓とか目玉になったら、めちゃめちゃ噛みってるんですけど、なるわけなくて、腐るだけじゃないですか。はい。で、それを、まどかさんが料理して、美味しくなれと思って料理して、どうぞどうぞってこう食べさせましたと。ただ一週間後にはちゃんと胃袋になったり、目玉になったりしてるんですよ。その体内のものすごい仕組みが、それをやってくれてて、そのものすごい仕組みどこにあるのって言ったら、この素粒子を、生み出してくれている、ここの隙間全体が神ってる領域で、仏教では宇宙大生命って言ってて、ここが仏性っていう仏の性であり、アインシュタインの言う、私の言う神なのだっていう側があって、それがあるから、どんな状況があろうと、もう死にたいって思ってても、ちゃんと食べ物に胃液をかけて、で、溶かして全身に細胞分裂用に栄養を振りまいてくれている。私なんかどうなったってもいいからとかって、布団で大泣きしてても、ちゃんと胃液をかけて全身に振りまいてくれて、赤血球をいつもこう生み出してくれて、生かそうってやってくれてる側が、脳みそレベル、社会的通念を超えてものすごいものが働いてるっていうのが、神様側があるから、そこが自分だったんだって、で気づいた上での人とのやり取りをするのか、人とのやり取りがイコール私の成績とか私の存在価値で振り回されるのかで全然違うので、本質こちら側の死んでもずっと存在し続ける側、はい、根源のエネルギー側が私だってあった上で社会とのやり取りをするのと、それが知らないで消されてて社会からの評価が私なんだっていうのでは、もう本当に自分の生かし方違うし。違いますよね。うん、そまあ、外からの評価で自分を定義するっていうのは、学校教育でちゃんと通知表でやられちゃってるので、うん、教育でしかないから、教育が動いちゃえば、日本が本来が蘇ってくるので、教育方面にも、どん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 今、開花は動きを入れてて。そうなんですか。ね、いや、教育はだって重要ですもんね。重要ですよね。ただ、その文科省はイデオロギーを入れられないっていうんですね。なんで、今はそれを国民運動として動いていきましょうっていうので、で、会長が下村博文先生っていう、元文科大臣の先生、はい、下村先生と、我々の民間の300人ぐらいのメンバーで、で、国民運動にしていこうっていうので、教育の方に、
この志大事だよ、自分が何のために生まれてきてるのか、で自分の人生をどういうふうに使うのかが分かった上での国語算数理科社会じゃないと意味がないと。で国語算数理科社会は末学って言って、本学っていうのがこの自分の命どう使うのか、人生どう生きる生かすのかっていうのが本学志があり、まあ、人間学があり、その結果末学の 国語算数理科社会があるべきだっていう、はい、それが本当そうです ね、そこが重要だっていう。ただただ闇雲に暗記だけして、点数だけ取って、その終わったらもう忘れてっていうのって、やっぱり勉強とまた違いますもんね、人物を生かすっていう風になってないので。そうですよね。だから外からの評価じゃなく、自分を最高に生かすっていう人たちだらけになっちゃえば、すごくこう生きやすいし、で、量子の世界、量子力学側の考え方が入ってくれれば、この自分は体のみならず素粒子であることも正しいし、で、素粒子は瞬間瞬間ここのゼロポイントフィールドっていう根幹のエネルギー、神様側からいつも素粒子が生まれ体があるっていうのを分かった上での実情のリアルの日常を生きているのでは全然違ってくるので、でアインシュタインも一人一人の魂は、宇宙を動かさしめてくれている、生きたスピリットによって動かされている。一人一人の魂は宇宙を動かしているスピリットと同じ、生きたスピリットから動かされているっていうふうに伝えていて、はいはい、宇宙を動かしているスピリットが、この根幹のゼロポイントフィールド側から魂があり、一人一人がいるのを、魂って私たちの意識の集合なので、意識って、フォトンっていう素粒子 で、はい、で、素粒子はいつもゼロポイントフィールドから素粒子がいつも生まれてるから、スピリットからこの魂が生まれてるイコールゼロポイントフィールドからフォトンという魂が生まれてるっていうのがまさに合致するから、うん、アインシュタインの直感というか感じてるものすごいなっていうのをね。だから皆さんがそれぞれがこの根幹の宇宙中の偏在してるところからもらい受けて、イコール神からもらい受けて、この素粒子があり、うん、我々がいつも生きてるから、そこを知った上で生きると、うん、それは起こることあるよねとか、悲しむことあるよねとか、うん、喜ぶこともあるよねっていうのは、もう結果でしかなくて、うん、そこに一喜一憂する必要なく、うん、怒っちゃダメとか、悲しんじゃダメとか、イライラしちゃダメって思っちゃうんだけど、怒った時に、怒りフォトンってこう出てきて、はい、で、怒りを、で、周りを揺らしちゃってるから余計悪化しちゃって、振動数下げちゃうし、エネルギー下げちゃうし、でも、怒っちゃダメってやると、怒りフォトンに対してまたダメっていうフォトンかけるので、余計こう振動数下げちゃうので、ますますこう悪化してっちゃうので、じゃあどうすればいいのって言ったら、波の法則があって、はい、振動数低い波、に対して、低い波かけると余計悪化しちゃうけど、高い波かければエネルギー高いので引き上がるので、怒りに対してどうすればいいかっていうと、この怒っちゃダメじゃなくって、そこに寄り添うんですけど、そら怒っちゃうよねって自分の怒りにただ寄り添うっていう。そら怒っちゃうよね。だって私一人で頑張ったじゃんみたいに自分に寄り添うと、怒りフォトンくんが、あ、なんかこのご本体に寄り添ってもらったっていうので、引き上がるんですね。怒りフォトンすら引き上がっちゃうわけですか。そうです、そうです。もうただの、フォトンって光なので、光の周波数の何ヘルツ何ヘルツ何ヘルツが怒り、喜び、幸せでしかないから、光なんだけど、それを人間がそれはダメっていうふうにやってる。光そのものフォトンなので。はい、で怒りも光だし、喜びも光であって、それをダメ扱いしてるから余計悪化していくので。そうか。その振動が違うっていうだけですよね。そうです、そうです、そうです、そうです。そっか、でもね、ちょっとこう現実的な話にまた戻して伺うと、例えばコミュニティの中とか、会社の中とか、自分は、その、すごく振動を、ね、こう、村間さんの話聞いたりして、私はこうだって、あり方を定めたとしても、ちょっと場を乱す人がいるとするじゃないですか。そういう時は、どう対処したらいいのか、というか、そもそも、自分が整ってくると、そういう人と会わなくなるとか、そういうことって言われてますけど、そうなんですか？
合わなくもなってくるけど、だからいいのか悪いのかではなく、この、例えば、わちゃわちゃしている、いろいろ暴言吐いてる A さんがいたとしますと、職場に。はい。はい、で、A さん、B さん、C さんっていろんな人たちがいるんだけど、その人たちも、まあ、時空に浮かんでる模様でしかなくて、で、A さんの生い立ちの上で、ずっと親から怒鳴られて育ったとか、殴られて育ったとか、親がいない中で育ったとか、わかんないけど、うん、で、中学校時代にものすごい、いじめにあったとか、で、いじめ返してたとか、わかんないけど、それで、その悲しいフォトンがいっぱいありすぎて、その模様が悲しいでひたすら揺れてる。から周りに当たり散らすみたいな。人の、今この瞬間の暴言を見て、あの人最悪って思っちゃうのか、お相手のその神様側を見て、そら大変だったねってこう、私の方が満たされてきたら、お相手のその A さんの暴言に対しての奥を見て、いろいろあったよねってこう、響かせると、A さんが私に対してだけこう、優しく接してくれるとか、いうふうに信頼を持ってくれるので、だから、そうやって、あ、私の奥底本質を見てくれたってなると、彼女が自分の本質に気づいて、ふってこう、安心感を持つと、暴言当たり散らすことがなくなってくるので、一人の個物と見るのか、空間に浮かんでる A という模様を見て、空間を見て、で A さんを見るのか、で変わってくるので、そこをまどかさんが全体の全エネルギーの命の側、彼女のその人の、ね、A さんの難しい人の中にも食べ物を入れれば分解してくれて、栄養を振りまいてくれて、心臓いつも今もこの瞬間をトクン、トクンってやって、生きるんだよ。生きるんだよってこう、心臓ずっとやってくれてるのが、A さんにも、まどかさんにも、同じようにこう、働いている側を見て、そこを大切にしながら、あなたの奥底のそもそも素晴らしいところがあるんだよっていう観測をすると、それでお相手は揺れてくるので、素晴らしいものがどんどん出てくるので、だから、そういう風に地球中の人たちがなってもらいたい。あの人も関係ないとか、あの人全然ダメだから、切るみたいな。のはもう過去なので、じゃなく気づいた人物がそこお相手の奥底を見て、そこを批判す、表面を批判、結果を批判するんじゃなくて、あなたのそもそも本質ものすごい素晴らしい神様の泉があるでしょ、そこから自分を響かせるんですよっていうのをまず言わないで眼差しで見て、でお相手の奥底の美しい顔を揺らしていくと、なんかまどかさんから見つめられると私すごくこう癒されるとか居心地がいいっていう本当の居心地の良さを感じたら彼女がほぐれてくるので、それを周りは奇跡と思うけど、奇跡でも何でもなくて量子の世界で当たり前のことが起こってるので、観測するとそれで揺らして出現してるだけなので、じゃあなんか今ふと思ったのは佐藤はつめさんのおにぎりおむすび、ね、なんかおむすびもなんかそういう量子力学的な、あ、そうですそうですそうです、ほどきというか、そうですそうです、なんですかね、うん、なんか開花ではそれ開花クッキングって言ってて、お料理を早くもう食べてもういい加減してって思いながらやると、お料理の振動数をイライラに入れちゃうんだけど、お幸せでありますようにって思ってお料理をすると、このお料理の中に幸せフォトンいっぱい入れるから、うわー、ね、全然違いますね。祈りの込められたお料理と、じゃあ例えば外食をした時に、うん、そのシェフが前日に夫婦喧嘩をしました、うん、ちょっともやもやしてます、うん、でじゃあその怒りのフォトン入っちゃってますが、食べてる側がそれって何か変えられますか？自分でこのそのお魚さんとかね、豚さんとかの お命ありがとうございますっていうのです、っていう状態にして、そっから物質化ってやってあげると、その神様側からの瞬時の結果の食料になってくれるので変えられます。あ、変えられるんですね、あ、じゃあ本当にその瞬間ですね、うん、意識の持ち方、うんうん、じゃあ村松さんは今、うん、その生活の中とかでもう苦手な人とかそういう人はもういないですか？生身なので、ええ、お、マジか、っていうのあります。はいはい、あるたんびに、はい、私の何が反応してるのかなっていうふうに見て、ええ、あ、ここか、そこを
その人に対して私がやりとりを感情のまま、前もやったじゃん、何やってんのみたいな、じゃなく、愛だったらどう対応できるかなっていう練習をして、あ、動いた、やっぱりこっちだったんだなっていうのを確認させるために、うって、マジかなんだよ、みたいな感情が出てくるだけっていうので。あ、じゃあ確認作業になる、うん、きっかけになるっていう感じですか。まあ人間。人間ね。生きてる間中はね。そうそう。ねえ。ありますものね、それはね。うんうん、でも不思議ですね、こう、私たちって本当に細かくしていくと、その揺らぎとか、うんうん、波動でしかないのに、形はなんか見えちゃうし、まあ、形が見えて触れられるような感覚があるから、うん、出会えてよかったっていう ね、まあ、ね、幸せも、なるほどね、感じ、ね、魂になっちゃって、確かに、その、触るっていうのが、うん、もし、ないんだとしたら、うん、まあ、物質界、万歳ですけど、でも物質界だからこそ確かに、ね、大変な部分もあるし、まあね、いろいろありますね、うん。だからそう考えると生きてるとね。うんうん、ねだからここに飛び交ってる YouTube 同士、YouTube の電磁波同士はお互い触れないんですよね。使っちゃって混ざってて偏在してて、はい、それが私たちが死んだ後は触れないっていうかもうずっと偏在してるからどこにでも出現できるし。うんが死後の世界というか、うん、だけど肉体に入ってるからこそ歩いて会いに行ってハグしてギュワー気持ちいいみたいな、うん、愛してるみたいな感じのに慣れて、うん、なでしかないんですよね。そうですよ ね、 ねじゃあちょっと最後に伺いたいんですが、うん、死っていうものに関しては、うん、村松さんはどういうふうに感じられていますか。まあ、前編でもね、うん、そのお話はありましたけれども、うんうんうん、ドライに言うと、ドライに説明すると、はい、スマホにデータが入ってて、iPhone 12から iPhone 14に買い替えますって言った時に、12からデータ抜いてクラウドに上げて、で、14に買い替えましたデータを下ろしますっていう、データがその人の魂意識でしかなくて、スマホがもう肉体でしかないから、意識が抜けるだけ。で、それを見た目人は、iPhone 12は死んじゃったっていう風に見てるだけ、だけど意識はちゃんとこう偏在していて、意識ってフォトンなので、この電磁波、フォトンイコール電磁波のことなんですけど、はい、その電磁波としては おばあちゃんがここに浮かんでるよっていう、でしかないですね、っていうのが見た目死っていうので、でデータで見てたら死んでない、ずっと生き同士だけど、肉体に入ってるか入ってないかの違い。それを仏教では、生死一如って言って、生き死に、一如って書いて、一如とも読むんですけど、はい、一如とも言って、生死一如って言って、死んでない肉体に入ってるだけだ。っていうことなんですね。魂は続いていく、生き同士っていう。だからこそ、今世生きてる間で、自分の、なんか、物欲じゃなく、物欲も必要だけど、この何を成したのか、どんな周波数で存在したのかっていうのがデータになってくるので、それでいつも周りを揺らしてるから、自分の人生をより良くしたければ、自分の出す響きをより良くしていけばいいだけなので、だから人に嫌なことされました、ふざけんなとかやり返すのか、嫌なことされました、相手も相当大変だったんだろうな、俺全然平気だけど、なんかいろいろ大変だったんだろうな、何かできないかな、みたいに、こう、いう風にしていくのか、で、お相手も、なんか嫌なことしたらこっちから逆にねぎらわれた、みたいに。で、お相手も、どんどんこの、そっちの方が心地いい、私もその存在でいいよ、みたいに。で、周りのに影響を与えられていくような感じで、で、生きてる間に何をなせるのか。あとは、実践術の本にも書かせてもらったんですけど、湖があって、ボートが何層か浮かんでて、で、ボートの長さが、1メートルのボート、3メートルのボート、ね、40メートルのボートって長さの違うボートが湖に浮かんでて、そのボート一人一人が、私、お母さん、おばあちゃん、娘みたいなボートがあって、長さがその人の寿命で、で、娘がチャポンって揺らすと、湖がチャポンチャポンチャポンって揺れて、私のボートがチャポンってこう揺れるみたいな。その揺れが、魂からの響きで、湖がチャポンチャポンチャポンって揺れて、私が影響を受けました。で、
ボートが仮になくなっても、その揺らぎはずっと存在していて、おばあちゃんが亡くなっても、おばあちゃんからの波はずっと今も私に対して波をくれていて、その湖は枯れることがないっていうのが、ゼロポイントフィールドは枯れることがなくて、そこにあるおばあちゃんの意識がずっと私に波を、おじいちゃんの意識がずっと波を響かせてくれている中で、ボートをどこに進めていくのか。で、ボートはいつか朽ちるかもしれないけど、意識はずっと偏在しているのが、アインシュタインは、物質は永続性がない。いつか滅びます、はい。でもエネルギーは永続性があります。ずっとありますよ。で、エネルギーの結果物質がある。エネルギーと結びついた物質が宇宙の実体。根源のエネルギーゼロポイントフィールドの結果、マドカさんがいるっていうのが宇宙の真実ですよ。で、物質はいつか滅びます。物質には永続性はないが、はい、マドカさんの体はいつか滅びます。けれど、エネルギーには永続性がある。マドカさんの根幹の意識エネルギーは未来永劫ずっとありますよ。で、そのエネルギーと結びついた物質が宇宙の実体って言ってて、もう究極を言ってるんですよね。だから、物質は1年かもしれない、80年かもしれない、30年かもしれない、いつ滅びるかわからなくて、やばいやばい、病気どうしようどうしようって、あたふたしちゃうけど、しちゃう中でも根幹のエネルギーがあるんだなっていう、ことから生かされてるっていう。で、ね、仏教で生老病死って、生まれ、老いて、病気、死ぬ、生老病死の4つの苦を、この、どうにかせにゃみたいなのが、その、それすらも、この、お釈迦様は、悠々と生まれ、悠々と老いて、悠々と病気になり、悠々と死ぬっていう。なるほど、悠々と病気か、みたいな。なかなか人間ね、悠々と病気は ね、ハードルありますけれどね。お釈迦様も最後80歳の時にすごい内臓がもう、すごい病気でね、だったらしいんです。それでもうずっとインド中を暗夜して説法して歩いてって、その病気の最中でちょっと横になるみたいので、それで亡くなられたって言うんですけど、時もお釈迦様は、はぁ、病気になったなぁ、っていうだけだって言うんですね。それを今我々は、やばいやばいどうしよう、数値がこんなになっちゃったらちょっと病院行ってこなきゃ、なんかあのポリープがどうのこうのって、あわーってわちゃ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 って、現象をバチャバチャしちゃうのを、あ、病気なんだなって言うだけだって言うんですね。ほら、仏教界の方々って、高齢の人結構いらっしゃって、ね、昨日お世話になった堀沢祖門先生も94歳なんですけど、とか、徳川家康、二代目。で、家光。すいません。歴史に疎くて。私も疎くてすいません。ね、徳川家の知恵像でお坊さんがついてたの。天海上人っていう、天国の天に海、はい、天海上人っていうお坊さんは、この三代に指導してたんだけど、当時平均寿命40年のところ、108歳なんだって。で、坊さんはもうお経を唱えて息を長く吐いてるし、自分はそもそも根源のエネルギーの結果体があるから、病気になった時に、やばいやばいどうしようどうしようどうしようってやっちゃうと病気を余計出現させちゃうけど、あ、病気になったなーって根幹側が自分なんだって思うと、この、しんどさを荒らさなくて済むから、寿命が長くなるんじゃないかなって思うんですよね。まただから仏教っていうのもすごい世界ですよね。でもなんかこう、村松さんのお話を伺っていると、うん、例えば2024年っていろいろ不安からスタートした年だったような気もするんですけれども、本当にその自分がどうあるかによって結ばれ方って変わってくるわけですよね。そうすると、例えばまあ YouTube なんかでもいろんなね、不安を煽るようなこととか、なんか配信している人も中にはいますけれども、そこになんかその囚われなくてもいいっていう感じでしょうかね。現象って本当にゼロポイントフィールドという宇宙中の場を何で揺らすのかが現象になってるだけなので、例えば
まあ2025年の7月になんちゃらなんちゃらって YouTube 出てくるけど、ねやばいそうなっちゃうんだっていっぱいの人がいっぱいその波をぶつけるとそれが実現化するし、むしろ大きくなっちゃうわけですか。そう意識を向ければ、そうですそうじゃなくって我々が本当に自分が根幹から生かされてるんだっていうことをその未来のそういう変ねそういう変な予告というかな、うん、を通して教えてもらってるから、うん、だからなおのこと私たちはしっかりと万象から生かされてるって気づいて日常生きようねっていう意識の人たちが増えれば、うん、未来はただそれで広がるだけなので。そうですね。ねだから、観測の結果物質が現れてるだけでしかないから、何でどんな意識で観測するかだけでしかないので。そうです ね。いや、もう本当いろんな、うん、いろんなヒント、生き方のヒントをなんか今日はいただけたような気がするんですけれども、じゃあ、後編の最後なんですが、うんゲストの方共通で人生のミッションについて伺っているんですが、うん、最後に村松さんのこの人生ミッション、うん、一言で表現するとどういうことでしょうか、はいはい、地球平和のクリエイトです。輸出湧き上がらせる、それが先ほどおっしゃってた教育からとかそういうことにもつながる。教育もですね、まあ全分野において、まあ早いのはスポーツ界、仏教界が早い。あと、教育界も早いんですけど、教育は草の根で運動的にやってて、やっていくしかなくて、で、スポーツはやっぱり結果出したいので、結果出すのに金メダル取るっていうミッションがあったとしたら、どうやったら取れるのっていうのは、自分がそもそも全部とのつながり合いでチーム6人、チーム9人、チーム15人がみんな一つの場の結果15人がいるよって分かって競技をすると圧倒的に強いんですね。勝手に体が動いちゃうっていう。そこでやっぱり場とつながろう、つながるには振動数高い側だよ、それは感謝だよ、で感謝でいこうってやるとものすごい強力、強烈に強くなっていくので、そうすると感謝の周波数だらけになっていくのがスポーツ界すごくこう結果が出しやすくて、で仏教界はそもそもそちら側を大事にされているので、そこに科学の知識が入るからすごい仏教界も強くなって祈り深い人たちが多いので祈りがますます深くなるですね。だからそこから地球平和にするんじゃなくて、そもそも平和な周波数帯があるんだけど、それが出ないようにエゴとか悲しさとか攻撃とかがあるだけなので、その人すら全部神様の愛の側からの物質化現象でしかないから、そこをただ我々が観測して祈り出すっていう意味で地球平和の輸出湧き上がらせるっていうことが、まあ、ミッションですね。だから数年後には私と妻が世界中にこう旅行しながら、いやここもこんな居心地いいね、もうみんなめっちゃ幸せじゃんみたいな、つながり合いすごいよねって言いながら世界旅行をして、ちょっとここもちょっとあれするみたいな感じで、なんていうのかな、祈り上げるというか、いうような旅行に行ってるのがビジョンですね。私たち一人一人がそうなりうるわけですもんね。っていうか、そもそもそうなんです。そうなんですよね。そもそもそうで、そこに気づいていないだけなんです。そういうことなんですよね。外に向いてるので。そうですよね。天然資源奪おうとか、で、外を向いてるだけなので、うん、そもそも根幹からすごいものが湧き上がってるっていう。そうなんですよね。だから一人でもそういうことに気づく。そうそうそう。っていうことですよね。そう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 です。で、何かに頼るとか、うん、何かを外に求めるんじゃなくて、うん、まずは自分自身っていうところですよね。まさに。ねえ。いやー。さん本当にありがとうございました、うん、こちらこそありがとうございます。こんなにいろいろと時間を ねゆっくりされてお話が伺えるっていうのも思えなかったので光栄です。ありがとうございます。ありがとうございました。村本さんご自身でも YouTube、うん、されていますけれども、あの概要欄に、うん念のため村本さんの、うんチャンネルも貼っておこうと思いますので、ありがとうございます。で結構な頻度で公開されてますもんね。そうですね。週2、3回、ね。そうですよね。ね。はい。なので、ぜひチェックしていただければと思います。ありがとうございます。ということで、村松さんゲストにお迎えしました。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。